ドラゴビッチ、クラフチェンコ、シュタイナー、奴らを生かしてはおけない。ハドソンはクーロン城での任務を達成、ドラゴビッチの切り札を発見した。ノバシックス、それは触れただけで瞬時に死に至る激烈な神経毒だった。ああ、ドラゴビッチの兵器だ。話をベトナムに戻そう。マクビーの拠点から脱出した後もお前はレズノフと一緒だったのか。レズノフはいつも俺と一緒だった。確かか。北だ。俺たちは北に向かった。そしてベトコンにヘリを撃墜された。それでもレズノフは生き延びた。そこにはドラゴビッチの右腕クラフチェンコ、来るのを知っていた。こちらホテル911、セクターブラボー単語セブンナイナーに墜落する。メーデーメーデー。デイビス、大丈夫か？おいデイビス、エンジンしろ。フランク、大丈夫か？くそ、足が出血している。手を貸してくれ。ガロイ、死んでる。来るぞ。ここから出るぞ。こいつはもうすぐ。沈むぞメイソン。実に有能だ。良い戦友を選んだな、メイソン。私は高台に上がり、
ラフチェンコの拠点を探す。了解だ。離れるなよ、ビクトル。リーマライナー X3、こちらウイスキー、応答。あ、ウイスキー、どうぞ。うっつ、ヘリでやられたと思ったぜ。次のプランは南東の外周部を制圧し、集合地点で合流だ。了解、ウイスキー移動開始、オーバー。無事で何より、うっつ。集合地点はすぐ先だ、ボーマンが待っている。ナイフだけだ。来た。ドラゴビッチ、クラフチェンコ、シュタイナに限るぜ。メイソン、状況。この村の近くのどこかにクラフチェンコ指揮下の前哨基地がある。こっちの観測機がやられている。対空砲だな。片付けてボレットを呼ぼう。ウイスキーチーム、橋と東の川を押さえろ。メイソンは俺と西の外周を行く。合流地点はあの村だ。5分で来い。いいな。ウイスキーチーム、続け。また後で。X-ray が西を制圧中。到着は3分後。分かれるぞ。俺は屋根に上がる。センテックスを設置して川を渡れ。了解。爆薬を設置した。シエラ配置についた。ウイスキーよし。了解。X-ray前進。起爆装置。ここだ。前方の燃料庫にプレゼントを入れといたぜ。よし。メイソン。センテックスの威力を見せてくれ。ゴー
ゴー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 撃っていいぞ。あの機関砲に注意しろ。よし、もう低く影に隠れろ。鉄のメイソンついてこい。敵だ、足のそば。片付いた、前進。エース、ゴー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 撃っていいぞ。あの機関砲に注意しろ。頭より敵にメイソン片付けろ。行くぞメイソン、ついてこい。キル確認。当たついた、前進。メイソン配置につけ。左だメイソン、奴らを始末しろ。強敵ダウン。いいぞ。真正面にタコツボ。タコツボにフラグを投げ込め。ターゲットダウン。アベリ、強敵ダウン。ワンクロワンクロ、こちらウイスキー、代わり機関砲を発見。メイソン、早く右にキャリー。早くメイソン、助けてくれ。ジョンソン、機関砲に602をぶちかませ。川沿いの小屋の隣だ、見えるか。キャリーはよほど対空砲がお気に入りらしい。川沿いの小屋の隣だ、見えるか。ワンゼロ、巣は空だ。目標制圧。了解。メイソン、 M202 を使えるか。じゃあ、リスクだ。このまま進めよ、派手に行くからな。シエラ、北外中部に到着。シエラは北の外周を制圧、村に接近中。シエラ、配置についた。了解。目標沈黙。あの穴にグレネードを投げろ。やったぞ。敵排除。強敵ダウン。身を隠せ。ターゲット無力化。ドック制圧、前進する。注意を制圧、この声を抜けていくぞ。メイソン先行しろ。メイソン、こっちだ。裏の残りも制圧しろ。チャーリーが銃座に行くぞ、隠れろ。誰かあいつを片付けてくれ。突っ切れ、行くぞ。メイソン、小屋の制圧を確認しろ。小屋の中にいるぞ。レッドショット完璧だ。前方に地下通路、分かって。キャリー、不評庫。確認。小屋の中にいるぞ。ここから
前方に地下通路。分かってる。飛ぶぞ。ないな。こちら X-ray 半径3キロを偵察してくれ。ラジャー X-ray。 ほら、待ってけ。気を抜くな。クラフチンコを見つけてやる。生きて戻ってこいよ。ボーマン先行しろ。行くぞ。このクソ野郎はもう戦いそうにないな。明かりを揺らさないでくれ、メイゾン。止まれ。エズノ、撃つとこだったぞ。一人で戦うことはないぞ、メイゾン。私はこちらから回る。わかった。静かに行け。お前どうしまったんだ。メイソン、しっかりしてくれ。聞こえ。ああ、続けろ。スイフトは死んだ。ここはベッドコンの巣だ。ジムライナーが一体をしらみつぶしにしているんだ。撃つ。応答しろ。くそ。エズノ、撃つとこだったぞ。一人で戦うことはないぞ、メイソン。私はこちらから回る。わかった。静かに行け。お前どうしまったんだ。メイソン、しっかりしてくれ。聞こえるか。ああ、続けろ。スイフトは死んだ。ここはベッドコンの巣だ。ジムライナーが一体をしらみつぶしにしているんだ。撃つ。応答しろ。くそ。スイフトはどこに行った。死んだよ。悔やむのは後だ、メイソン。この地下通路にはソ連軍の痕跡がある。クラフチェンコに近づいてる証拠だ。ここだ。手を貸してくれ。気をつけろ、メイソン。敵の気配だ。お前の番だぜ。先に行け。どっちだ、レゾ。直感を信じる、メイソン。打ち捨てられてる。奴に感づかれたらしい。
で急いで逃げたと。1968年2月4日クラーク博士から提供された安定剤は書類を回収しろ。ここを離れるぞ。地元住民を使った実験によりこれまでに製作されたノバチックスとしては最も高い効果を発揮した。リバース島での動物実験同様、人体における症状の発現はまさに予想通りとなっている。実験対象はガスの吸引から30秒以内に突入し、クソ、急ぐんだ。クラフチェンコが爆薬を仕掛けていた。エクスレイ聞こえるか。クソ、急げメイソン。こんな穴蔵で死ぬのは願いたげだ。メイソン、何があった。地下通路から火が出ているぞ。今どこにいる。こちらは警戒態勢のまま待機する。クソ、ベトコンだメイソン。どこだウッズ。早くしろ、早く。